ハサカ県の位置。ハサカの町は、南西の県境沿いに位置する、ハサカの義オルギオス協会ハサカの近郊の農村。ハサカは、シリア北東部のハサカ県の県庁所在地。ハサカ県内では、カーミシュリーに次ぎ人口に、クルド人を及び、アッシリア人が多数を占める。 ダマスカスからは6 0 0トル、アレッポからは4 9 4トル、デリゾールからは1 7 9トル。イラク北部からトルコ東南部、シリア東部にかけて広がるジャズイーラ地方の一角を占める。ハサカにはハブール川が町を流れている。ハブール川はトルコ領内に発し、県を南北に貫きユーフラテス川に合流する。ハサカの町は オスマン帝国の時期の記録に登場する。軍事的な用地にあった、ハサカワ20世紀初頭オスマン帝国解体とともに、フランス移民党治療になった。元は、アッシリア人及び、シリア正教会信徒が多数を占めていたが、シリア各地からのアラブ人と、トルコ島南部からのクルド人難民の流入で、民族構成に変化が生じた。町の産業は、農業が中心で、 小麦生産で、シリア首位、綿花生産で2位となっている。アレッポからデルゾールを経て、カーミシュリーに向かう鉄道も通る。キリスト教徒が多いことから、教会も多く、中でも、セーゲオルギウス教会は著名。2011年から始まったシリア内戦では、シリア政府軍と地域一帯に居住するクルド人勢力が支配下に収め、アイスセルに対抗し続けた。 2015年6月25日には、アイッセルが市内へ進行する動きを見せ一部を占領したが退却させている。以後、地域は徐々に安定し、アメリカ軍主導の有志連合による国境警備部隊の訓練施設やアイッセルの放領、収容所も設置された。ありがとうございます。